はい、おはようございます。静岡県富士宮市の高橋流メイクペント代表の高橋です。今日はね、そんなに大した仕事じゃないんですけど、まあ車で1時間半ぐらいかけて行って、作業的には2時間か3時間ぐらいで、ね、終わるような、あの玄関ポーチの日差しの屋根、平米数で言えば4平米ぐらいの仕事をね、 おばあさんがね一人で住んでるうちですけどね、まあ年金暮らしかなんかしてるんでしょうかね。これもね、元請さんからもらった仕事なんですけど、小さい仕事ですけど、本当にだけど創業60年、うちの親父の時代からそういう小さい仕事を、大きい仕事関わらず一生懸命やらせてもらってます。はい、そういうことで、今時代っていうのかな、まあ集客ばっかりね、頭の中いっぱいでね、人を蹴落としてでもね、集客するような世の中になってきたんですけどね、私は創業60年、うちの先代が生きてれば95なる人とね、一緒にやってきたんですね、私も。そういった意味で、昔の良きものっていうことは本当にちっとの仕事なんだけど、こういう仕事こそしっかり大事にして、ね、施工しないと、ね、いけないような、そういったような動画になっていくと思いますけどね、塗ってる作業がすごいとかね、そういうのじゃなくてね、高橋リメイクペントが代表もね、こうやってお金にならないような仕事もね、お客さんのため、今関わってくれている元請け業者の会社のために、ね、一生懸命やらせてもらっています。はい、そういったわけで今日は塗る方の、ね、参考にはならないと思いますけどね。はい、それではよろしくお願いします。錆止め終わり。はい、今錆止めを塗りましたので、そうですね、もう夏ですね、もう25度以上ありますんで、2時間から3時間、血液配分ね、あの乾燥早いんで2時間半ぐらいかな、乾かせば上塗りがね塗れますので、上塗り2回塗りますけど、今日はね1回塗って、また明日出直してもう1回塗るって形でねやりますけど、今回はね錆止め入れて中塗りってやつね、それを今日はやります。もうね、スチールでね、スチール製の鉄板なんで、油引けばね肉が焼けちゃうんじゃないかなってくらい熱い。でもね、今日も3代目が今外壁の塗り替えの方、別の現場で今日も、ね、頑張ってますので、代表の私が頑張らないわけにはねいかないんでね、
もうやってみせる、やってみせる、塗ってみせる、それが一番。講釈垂れて喋ってばっかりでいて、いたりね、パソコンばっかりやって、集客ばっかりで一生懸命やってるのって、高橋ゆるメイクペンとはわけが違うんで、もう絶対現場でなきゃダメ。それはね、昔の人は当たり、そんなこと言ったって当たり前だって言われます、多分。今時代がちょっとパソコンばっかりやったりね、もう集客、集客でね、まあ基本的にはね、私の考えっていうのはね、やっぱりペンキはペンキ塗ってなんぼ、車間屋さんはモルタルナスってなんぼとかね、まあ私も失敗することはあるんですね、もちろん。こんな偉そうに YouTube とかやってますけど、現場に出てる限り失敗してみたり、ああ、いやーってこう、もうちょっとこういうやり方すればよかったなとかね、そういうのはあります。そういった中で現場に出てるからこそ、よし、じゃあ次こんな感じでいこうっていう、その積み重ねで、うちの親父から創業60年来てて、ね、お店がね、潰れない理由なんですね。それではね、2時間、時間を置きます。はい。もう一回明日来て、もう一回焦げ茶を入れて終わりです。でそんな感じで今から帰り道ね、三代目がやってる塗り替えの、ね、現場もありますので、私の方はこれで終わったので、三代目は応援に行っていきたいと思います。はい、そういうことで今日はだいぶ暑かったですけど、朝も言いましたけどちょっとの仕事ですけど全力でね頑張らせてもらいました。いくらぐらい取れるかななんていう、お金の計算ばっかりしててもしょうがないのでね、商売がね長く続くコツとしてはやっぱりお金お金お金、集客集客集客、そんなことばっかり考えてんじゃなくて、一生懸命ね取ってきたお客さんに対して、大きい仕事だろうが今回みたいなね小さな仕事だろうが、やっぱり代表が顔出してねしっかり汗をかく、それが信用のおけるお店としていいんじゃないかなと思います。ね、小さでも、ね、お金はもらいますけどね、コメントでもね、せっかく高橋さん腕がいいのにサービスばっかりやってるとね、まあこういった塗装業界の価値が、ね、下がっても困るんで、しっかりお金取ったらどうですかなんて言ってな、そういうようなコメントもねいただいておりますので、はい、私もねその辺しっかり受け止めまして、ね、少しでもねボランティアサービス精神ばっかりでも、ね、しょうがないので、しっかりやった分だけの価値のあるお金をいただいていきたいと思います。また自社の方でも3代目にもコメントでも怒られますので、ね、サービスしないでね、こんだけ頑張ったんだよっていうところで、あまりサービスしないように少しでももらうようにして、塗装業界の価値というかね、そういうものを安売りしていかないようにね、私も頑張っていきたいと思います。それでは今日は、ね、今から3代目の現場行って、今から合流してまた5時までね頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。終わります。